から普通通りなあ放送させていただきますけど、福岡まあこれ感染状況ないろいろあると思うけど、秋になったらまあ緊急事態宣言も取れてできるような形になるんじゃないかなと思って、それまでの楽しみにさせていただきたいと思います。この後自分は神奈川県高松なあレグザムホームホールで、ここもあれか客席使用率 50% か 65%、 そうかねえ、ありがたいですね。おお、高松張り切っていきますよ。んで神奈川県出身の誰かアーティストなあ、まあ、できれば俺たちみたいなフォークシンガーとかよ、そういうのいないか。いないんだよ、これが。神奈川県って意外とその芸能関係いないんですよ。で、歌で調べたら、出身が神奈川県大川郡相生村出身、今の東かがわ市。なあ、もう我々が子供の時によく聞いてました。笠置静子さん、東京ブギウギ。神奈川県シリーズはこの一曲でした。次は、その後行く広島。広島はこれひどい。もう芸能人の宝庫。アーティストもいっぱいいた。なあ、これ福岡と広島ったら本当に同じぐらいいっぱい出てんじゃないかな。そんな中から、Perfume。これ、三人とも広島出身ということでね。ポリリズム。いやー、広島出身者はですね、まあバラエティがあるというかね、いっぱいいたんだ。んでね、まあすぐ浮かんでくるのが拓郎とかね、なか浜田省吾とか奥田民生、まあ秀樹はね、西城秀樹は亡くなってしまったけど、島谷ひとみ、角川博士、城満、吉川浩司、いっぱいいたんだ。んで、おい、広島出身者として誰をかけようって話し合った時に、このPerfumeを選んだのは、うちのマネージャーの井上です。これ、責任を転嫁するとかそういう問題じゃなくて、私もね、このポリリズムが、どんな曲で、どんなグループなのかも、よくわからずに、まあマネージャーの言うことを鵜呑みに、Perfumeがいいんじゃないですか。あいつの違った一面を見たような気がして、いや、本当に、驚きました。基本的に私のラジオを聞いてくれるなあリスナーたちが好んで聞いてくれるような曲でないことはよく存じておりますが、何せマネージャーの井上がPerfumeパフュームっていうもんで、ついつい情にほだされてかけてしまいましたが、次は広島出身と言ったら、まあ本当はタクロなんかかければよかったんだけど、俺がタクロ好きじゃないからなあ、いや誰か他にいないかお前っていろいろ考えたら、矢田永吉なあ、やっぱりそのまあ、
矢沢永吉と言ったらやっぱりキャロルというね、いわゆるロックバンドで、まあすごかったよな。それで解散して、まあ矢沢自身がソロになってね、曲を出したんだけど、こんな素敵な曲はないな。なあ、それこそよく、なあ、後世に残したい100曲だとかよ。俺なら絶対この曲は入れますね。矢沢永吉、時間よ止まれ。松山千春のオンザレイディオ。矢沢の未発売ライブ映像3本がついに DVD ブルーレイ化決定。1999年ララグッドタイム、2017年トラベリンバス、2017、2019年ロックマストゴーオン、この3公演のボックスセットサンバディーズナイトが5月5日水曜日発売。詳しくは矢沢永吉で検索。